こんにちは、ミルツアーです、大人気の台湾なんですけども、これはあれですね、世界三大博物館の一つ、故宮博物院の、有名なですね、白菜のこの石の彫り物です。すごいですよね。台湾の今回はですね、観光付き、まあ、添乗員とか、もしくはその現地ガイドが案内する観光とか食事のついたですね、充実プランをですね、5つ紹介いたします。まあ、いろんなプランがありまして、もちろんその9分とかですね、最近人気のランタンが挙げられる10分とか、その辺を入っているのもありますけれども、ちょっと変わり種としてはですね、温泉、ペイトー温泉ですね、ここに行くプランもあります。それから、まあ、例えば西海岸をこう縦にこうずっとこう巡っていくというようなプランもありますし、東海岸、まあ、例えば台北9分、タロコ、それからカレン、高尾など東海岸を回るプランもある。いろんなプランを5つ、ラインナップご案内しています。内容はですね、この画面の下のコメント欄の上にそれぞれの詳細ページの URL を貼り付けておりますので、まあ、そちらをぜひクリックいただいてですね、まあ、内容吟味いただいて、できれば、まあ、お問い合わせいただきたいと思っております。人気の台湾の今回は、観光食事付きのプランのご案内です。よろしくお願いします。